Hey, what's up? 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのレイニーです。Do you have this in different colors? 意味は違う色はありますか? In different colors で違う色という意味になります。これは海外旅行に行った際にお洋服屋さんの試着室で、あ、この色ちょっと違ったな、違う色ありますか?という時にも便利ですし、他にもショッピングで何か違った色のものを探している時にとっても便利なフレーズですので、一緒に練習していきましょう。すみません、違う色はありますか? Excuse me, do you have this in different colors? はい。Very good. Do you have this in different colors? 意味は違う色はありますか? ぜひ海外旅行でショッピングの際に使ってみてください。出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンもやってます。